権を持って人間を制す？はい、どうもニヤニーです。本日は昨日放送されました仮面ライダーリバイス第17話の気になったポイント、昨日の動画同様ですね、お話ししていきたいなと思っております。こちらの動画とセットで見ていただけると嬉しいです。2週間ぶりにストーリーが進んだということがあってか、昨日の動画にはいつも以上にたくさんのコメントが寄せられました。皆さんいつもコメントありがとうございます。で、ここで定期的にお伝えしていこうかなと思うんですけども、このニヤニヤチャンネルではですね、ポイントに絞って感想&考察動画を出しているんですけれども、たまにコメントで確かにとかそれは違うと思いますっていうねコメントをいただくことがあるんですけど、こういうコメントってちょっとどの話題に対してコメントしてくれてるのかわからない時があるんですよね。なのでぜひコメントをいただく際はポイントにはいつも僕番号を振らせていただいているので、2確かにそれは思ったとか、3それは違うと思いますとか、まあ一番ありがたいのはその話題の時間を記入してもらえるとめちゃくちゃ助かるんですよ。例えで言うと昨日いただいたコメントの動画がこちらなんですけど、こういう感じで2分3分とこれね話題をそのコメントした話題の時間を打っていただいてるんですけど、こんな感じで半角で時間を打ってもらうとその時間にねすぐ飛べるんですよね。なのでどの話題かっていうのがすぐわかるので、このめちゃくちゃ便利な機能ぜひ活用していただけると助かります。このニヤニヤチャンネルではですね、結構コメント欄も見てくれている方が多いので、他の見てくれている人にもかなり優しいコメントになるんですよね。こんな感じでコメントしたい話題の時間を入れてくれたら非常に助かります。ということで本題に入っていきましょうか。本日取り上げるポイントはこちらです。1ボルケーノの特徴、2ギフ様は誰にも封印されていない、3赤石長官とジョージの関係、こちらの3点についてお話ししていきたいなと思っております。ニヤニヤチャンネル、ボルケーノの特徴。今回登場しためちゃくちゃかっこいい新フォーム、ボルケーノレックスゲノムなんですが、なんとややこしい設定がありまして、ちょっと簡単ではあるんですけど、まとめてみました。1使い方を誤ると地獄の炎に焼かれてしまうかもしれない。2それぞれ個別の状態でリミックスしたほどのパワーを引き出すことができるシステム。3通常のリミックスと違い、お互いの出力が合わないと反動でダメージが来るという感じのね特徴があるんですけど、今回の終盤でですね、ボルケーノレックスゲノムのまま一気は熱くなりすぎたせいでですね、バイスとのパワーの出力が合わなくなったことで、まあ、次回地獄のね炎に焼かれてしまうようなんですよね。このアイテムはちょっとね、感情で動くタイプの一気にはかなり不向きなアイテムな感じがするんですよね。まあ暴走モードとかにつながるアイテムではなさそうなんですけどね、01セイバーとこう暴走モードがあったじゃないですか。リバイスでもね、ぜひね暴走モードね見てみたいなって気持ちがあるんですよね。エヴァンゲリオンであったりとか、そういう暴走モードがなんかね好きなんですよね。それわかるわって方はぜひ高評価押しておいていただければなと思います。ニヤニヤチャンネル、ギフ様は誰にも封印されていない。昨日の直後ライブの時にですね、ギフ様のモデルは、トナティウというふうにねコメントしてくれた人がいたんですけど、こちらのコメントです。トナティウの特徴、ギフ様の棺と同じ太陽モチーフ、自分では動けず生贄の心臓を要求する、戦いと生命を、司る。ギフ様は、古代の人に心臓と引き換えにバイスタンプの力を与えたんじゃないかなっていうふうにコメントいただいて、トナティウって何やろって思って、まあ、知らなかったんで気になったんで調べてみたんですけど、トナティウって太陽神らしくて、好戦的な先人としての側面を持っているようで、その名は光り輝くもの、温めるものという意味とされ、プアウトレウアニトルとクアウテモックの姿で顕現されるとされており、生命の供給者にしてこの世に誕生した5番目の太陽そのものであり、アステカの20ある歴日の19日目である
キアウトゥルの守護神にして夜の神々トナルテウクティンの4番目であるといっていうふうにね書いてあるんですよね。ははって感じじゃないですか。まあ、読んでてわけわからなかったんですけど、で最後に書いていたのが、トナティウは生まれた当初はそのままでは動けなかったため生贄の血を要求し、神々は、ケツァルコアトルを呼んで彼の黒曜石のナイフで自分たちの心臓を捧げたとされているっていうふうに書いておりまして、結果はぁって感じなんですよね。まあ唯一分かったのが、生まれた当初は動けなかったことから生贄として血を要求したっていうことがね分かったんですけど、ほんまにこれがギフ様のモデルであれば、ワンチャンギフ様ってまだ生まれていない疑惑がありますよね。でこの、トナティウなんですけど、タマキがゲットしたレアカードの名前がまたこれね、トナティウなんですよね。これは偶然なのか必然なのか、深い関わりは確かにありそうな気がしております。で昨日の動画でも触れたんですけど、1話で登場した、この悪魔っておそらくギフ様ではなくギフテリアンの可能性が高いように思ったんですよね。それであればですね、ギフ様は生贄が必要とされていることもあり、明らかに動けていないっていうこともあるので、生まれていないことが濃厚な気がしたんですよね。今までこの悪魔がギフ様というふうに思っていたので、誰が封印したんやろなとか、ゲンタが封印したとか、前の動画であればコメントで、いただいたパパさんママさんが協力して封印したんじゃっていうね考察をいただいてたんですけど、これ結構僕の中で好きな考察やったんですけど、これがもし、あの1話で出てきた悪魔がギフ様ではなくギフテリアンだとすると、その考察がね覆されそうな気がしているんですよね。でもこの時生まれたギフテリアンを倒したのは誰なのかでね、謎も出てくるし、悪魔そのものって感じもあるので、オルティカやフリオのように人間体は存在しないのであれば、人間社会に溶け込んで暮らしていくことも、まあ、難しいのかなっていうふうに思うんですけど、これがもし人間体にもなれるギフテリアンが出てきたとしたらですね、一つやばいことが起きると思っていて、それはですね、フェニックスの創造者がこのギフテリアン説なんですよね。悪魔をもって悪魔を制すかという若林長官の最後のセリフがありますが、このギフテリアンは人間をもって人間を制しているのかもしれないですよね。ニヤニヤチャンネル。若林長官とジョージの関係。今回登場しました新キャラ赤石秀夫、革ネクタイに革手袋、もう怪しさの象徴とも言える存在ですよね。誰この新キャラ2番手科学者とか言うてたやつ、2番手どころか超お偉いさんでしたね。役職というか階級とかちょっとねよくわかんないんですけど、長官ってめっちゃ偉いんでしょ。警察で例えたらなんか警察庁長官はなんかよくわからないんですけど、最高位の警察官みたいなんで、まあ一番上ってことでいいよね。答えはちょっと詳しい方教えてください。まあ見るからに怪しい赤石長官なんですが、気になったのが言葉こそ交わされていないんですが、赤石長官とジョージのアイコンタクト、あれみんなはどんな感じで受け止めました？あの計画は順調ですぜ長官。おうって感じで2人は裏で手を組んでるように見えたんですよね。この2枚の画像でみんなが思ったこの2人の心の声のやり取りを大喜利感覚でコメントで残していっていただければ非常に助かります。でもこのね長官怪しさが満点すぎてですね、ラスボス候補に上がってきそうな気がしております。ということで本日は以上です。17話で前回の動画と今回の動画で触れていないみんなの気になるポイントがあればぜひコメントで教えてください。金曜日にみんなのコメントまとめをやっていきたいなと思っておりますので、その際に取り上げさせていただければなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ほな。本日の動画はいかがだったでしょうか？楽しんでいただけましたか？ああ、そうですか。
よかったです。ということでですね、まだ高評価をしていない方はぜひ高評価を押していただいて、チャンネル登録もよろしくお願いします。また明日も楽しんでいきましょう。それでは、バイバイ。